任期満了に伴う大津市長選挙は昨日投開票が行われ。現職の佐藤健二市長が再選を果たし。今日当選証書が手渡されました。現職と新人の一騎打ちとなった大津市長選挙は。 昨夜の開票の結果、無所属で現職の佐藤健二市長、50歳が新人の相手候補に7千票余りの差をつけ再選を果たしました。皆さんとともにこの長かった、苦しかった、まあ、コロナ禍をようやく乗り越えました。一期四年のこの経験をもとに大津市政、皆さんと一緒に前に進めてまいりたいと思います。 一夜明けたきょう、大津,大津市役所では、当選証書の付与式が行われ、佐藤市長は、大津市選挙管理委員会の岡本委員長から、当選証書を受け取ると、しっかりと務めますと述べました。朝からもうすでに公務に復帰をしまして、まあ、予算、また近日中に予定されています行事の協議をしておりました。 日常に戻ったわけでありますけれども、今、当選証書を手にして、改めて身が引き締まる思いです。2期目では、コロナ禍で落ち込んだ町の元気を取り戻していくと意気込みました。まあ災害に強い町づくり、また暮らしを守る、そして未来をつくる取り組み、こういったものをしっかりと具体化して、あの市民の皆様にお示しをすることが大切だと思っております。 佐藤市長の2期目の任期は、今月25日から4年間です。同じくきのう行われた高羅町長選挙では、現町長の公認候補でもある新人の寺本淳二さんが初当選を果たしました。 3人のの候補者による三つの前の選挙戦となった甲羅町長選選挙。選挙戦で町長と議会の対立による調整の混乱収束や子育て世代への支援といった人口減少対策などを掲げた現町長の公認候補で無所属新人の寺本淳二さん74歳が他の2人を抑え初当選を果たしました。 やはり今までの議会との圧力、これをなんとか解消しなきゃ、私はやろうとする事業は何も前進みません、そのためにも早速、あの議員の方々とお話しさせていただいて、必ずやあの思いを一緒にしていきたい。きた寺本さんの任期は今月26日から4年間です。 入院患者から盗んだクレジットカードを使ってギフトカードを10万円分を騙し取ったとして詐欺と窃盗の罪に問われている市立大津市民病院の元看護師に対する論告求刑がきょう大津地裁で開かれ検察は懲役2年6ヶ月を求刑しました。詐欺と窃盗のの罪に問われているのは、 私立大津市民病院の元看護師で、現在無職の横山博美被告29歳です。起訴状によりますと、横山被告は、一昨年11月から去年7月にかけて、勤めていた私立大津市民病院の入院患者3人からクレジットカードを盗みました。そして、去年7月、大津市内の量販店で、 このうち一枚のギフトカードを使ってこのうち一枚のカードを使ってギフトカード購入を申し込み100枚10万円分を騙し取ったとされています横山被告は今日の被告人質問で患者らが見ていない時や財布が目に入った際に犯行に及んでいたとし動機についてクレジットカードは不正使用に対する保証があることから 目の前の人は被害が及ばないと考えバレなければ何をしてもいいと思っていたなどと述べました一方で検察は病室に出入りできる立場を利用した大胆な犯行であり患者らの医療従事者に対する信頼を裏切ったとして懲役2年6ヶ月を求刑しました判決は来月13日火曜日に言い渡される予定です 渋滞緩和のため時間帯によって中央線の位置が変わる通称リバーシブルレーン近畿で唯一大津市にあるこのシステムが明日から停止されます1車線通行が2車線通行へと変わり中央線の矢印がゆっくりと動いていますこのシステムが停止され中央線の固定化の試みが始まります 県内にあるリバーシブルレーンは、県道高島大津線の大津港口交差点から柳ヶ崎交差点までのおよそ2キロの区間です。このシステムは、1979年、大津市北部の住宅地開発に伴い、北部から大津南部に出勤する人が増えたことなどから、渋滞の緩和を目的に設置されました。しかし、 中央線が今どこなのか分かりにくいといった声や、実際の交通事故の発生状況などから、同様の道路は全国的に減りつつあります。大津市内のこの区間も、百六十一号バイパスの開通による交通量減少などを踏まえ、思考的に、明日の午前五時からおよそ六ヶ月の間、中央線の移動が停止されます。 期間中は区間のおおむね中央にあたる小花川交差点を起点とし、高島方面へ進む2車線と浜大津方面へ進む2車線とに固定されます。県警によりますと、試行期間中は中央線をオレンジ色にして目立たせ、事故や交通渋滞の発生状況などを検証し、問題がなければ期間終了後、 リバーシブルレーンを廃止する予定だということです。